皆さん足に何かついてます？ダイラタンシーですかね。ダイラタンシーがついてきちゃいました。みんなこんにちは。科学のお姉さんこと五十嵐美希です。今日のテーマはじゃん、炭です。さあ皆さん、これ見たことありますか？よく靴がね、臭い時とかにバーベキューとかね、焼肉とかで炭火焼きとかでね、こういうの見たことある人もいるかもしれません。で今日はこの炭を使って発電をしてみたいと思います。さあどうやったら電気ができるんでしょうか。実際にやってみましょう。それではレッツサイエンス。準備するものはこちらです。まずはビンビン長短、ビンビン長短はい、まずはビン長短です。そしてここにお水があります。塩水を作りますので塩が必要になります。あとこれはそれ混ぜるやつですね。オキシドールも加えます。このキッチンペーパー、あとはアルミホイルです。そして栄えある電気部門、こちらです。じゃーん、ワニ口クリップと、はい、そして豆電球です。こんな感じでコードがついています。さあうまくいくかな。おうでーれん。さあじゃあまずは洗っていきましょう。いただきます。おお、なんかお風呂上がりみたいな、こうさっぱりした炭になりました。ドン。じゃあ次はですね、じゃん、このお水に食塩を入れてちょっと濃いめの食塩水を作っていきます。濃いね。まあちょっと薄かった時にうまくいかなかったことがあったので、割と私は濃くして作っています。ちょっと自由研究っぽく、なんか薄い食塩水と濃い食塩水でやってどうなるのかなみたいな感じで比べてみるのも面白いかなと思います。水に塩が溶けるのがね、楽しくてね、これで終わっちゃいそうなさあここにオキシドールを少量加えます。シャワー上がりのこの備長炭を浸します。でただこの上から2センチぐらいのところは浸さないようにするために、ちょっとこのようなコップを使って、まあ、このように立てかけて、つけておきたいと思います。はい、これで浸しておきます。置いておきます。次はキッチンペーパーを、まあ、同じ食塩水に浸します。ドバン。軽く絞ります。そうしたらこの備長炭のこう浸してない2センチのところは開けて、こんな感じでぐるっとキッチンペーパーを巻きます。そして最後ここワニ口クリップでガシャッと挟むので、こういう感じでしぼませておくといいかなと思います。そうしたらこの上からアルミホイルを巻きます。でただこのアルミホイルが炭とつかないように巻きます。なのでこの辺からこういう感じで巻いていきます。
まあ、このようにしてちょっとこのキッチンペーパーよりも下のところから巻いていきます。はい、そしてまた同じくここはちょっとワニ口クリップで挟みやすいようにこのようにしぼませておきます。またところ切っちゃおう。まずこの豆電球のこのマイナスの方を、はい、こっちの先のアルミホイルのところにこのようにつなぎます。そしてこっちプラスの方をこの炭の方につけると、おお、なんと光りました。微量区消えた。手が塩と炭まみれだ。足にはダイラタンシン、なんか粉系をつけてる人みたいな足は片栗粉で、右手は塩で、左手が炭ですみたいなさあ、これなんで電気が流れたんでしょうか。アルミホイルは食塩水によってアルミニウムイオンと電子になって、で放出された電子がワニ口クリップを通って備長炭の方に移動します。で備長炭には小さな穴が無数にあって、そこの中にある酸素と電子が結びつきます。で電流はこれらの電子の動きとは反対向きに流れるので、備長炭の方からこのアルミホイルの向きに電気が流れました。なのでこっちがプラス、そしてこっちがマイナスということになります。コツはまずその食塩水がちょっと薄すぎると、まあ先ほども言ったようにその食塩水によってこのアルミホイルがアルミニウムイオンと電子になるので、食塩水はちょっと濃めに作った方が私はうまくいきました。あとは、まあ、結構ゆるゆるだとなかなかうまくいかなかったので、結構ギュッと握ってしっかりと反応しろ反応しろという感じで握ると、まあ、うまくいきました。あとはこのアルミホイルが炭に当たっちゃうと、まあ、結局その電子の行き来みたいなことが、まあ、できなくなっちゃうので、しっかりと、まあ、この下の方で巻くっていうことは、まあ、一つポイントかなとやっていて思いました。さてこれ自由研究でやるとしたら、まあ、例えば木炭のこの大きさとか長さによって何が変わるのかなとか、まあ、そういうのを比べるのもいいと思いますし、あとはこの今流れた電気ってどれぐらい流れ続けるのか、まあ、時間を測ってみるのも面白いと思います。そしてその時にこのアルミホイルとか、まあ、何か変化があるのかなとか、そういうのも観察してみても面白いかなと思います。たくさん広げられるよ、これ一本で。ということで、ぜひ皆さんも自由研究などで試してみてください。この動画がためになったよという人はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。